王の石像アヌ・ウォン・王はラオスにあった、ビエンチャン王国最後の王。正しくは、セーター・ティラート三世であるが、アヌ・ウォン・王やアヌ・王という名称の方が、一般的である。王南誠六は、アイシウミと呼ばれる。タイのトンブリー王朝時代属国であった、ラオスのブ文サ三王が、大領ウボン・ラーチャターニーに侵攻したので、同王朝のタークシン王は、後のラーマ一世に命じて、 ビエンちゃんを攻めさせた。この時、ブンニャサーンは、ベトナムに逃げをせたが、彼の子がビエンちゃんに残っていたので、ラーマ一世は、人質として、これらの子らをバンコクへ連れて帰った。この兄弟の中の三男が、アヌ・ウォンである。後に、タイでは、トンブリー王朝が倒れ、チャクリー王朝が、ラーマ一世によって建てられた。その後、ブンニャサーン王が死ぬと、 長男、南太声円が王として即位したが、この長男が政治に長けていなかったため、万国へ連れ戻し次男にインタウォンを王に、アヌウォンを副王にした。後にアヌは、ラーマ二世の要求に応じて、チエンセエに何度も侵軍し、タイをビルマの侵攻から守ったため、ラーマ二世の長愛を受けた。1805年アヌが死ぬと、ラーマ二世の推挙で、アヌウォンは王位についた。 アヌウォンの時代ビエンちゃんには、インフラや寺院が多数建設され黄金期を迎えた。ラーマ二世が崩御すると、葬儀に参列し、ラーマ三世にラーを人の返還を求めたが、拒否されたためここで恨みを抱き、後に、タイに反旗を翻したと言われるが、実際のところは、黄金期の財力と軍事力の高まりに、チャクリー王朝から独立を達成する気が熟したと、アヌウォンが判断したとされる。 タイはその頃、ベトナムビルマクメールフランスイギリスの軍事的脅威にさらされていたためこれに便乗し、アヌウォンは1826年大量、イーサーンに侵攻。翌年にはタイからの独立を宣言し、ナーコンラーチャシーマーなどから多くの人民を捕らえたが、同地の国主の妻タオスラーナリーにより反撃に遭い、退却した。1831年、ラーマ三世は、 ビエンチャンに討伐軍を送り、アヌ王とその一族を捕らえた。アヌは鉄製の檻に入れられ、バンコクまで護送された。見せしめとして、数々の残酷刑が用意されていたが、施行前にアヌは崩御したので、アヌはバンコクで晒し首にされた。現在、ラオスでは、アヌオンは英雄視されている。ありがとうございます。